この空気を吐けや。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ほんと？ちょっと待って、どこだ。あ、いた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 。へいへい。アイナ様、大灯台で力の棒を手に入れたのですね。うん、持って帰ってきたよ、ちゃんと。あとは設計者の完成を待ってください。最後にそのオーブを置いてくだされば、一本目の塔が仕上がるはずです。あ、なるほど、これを置けばいいんか。ところでアイナ様、私は最近なんだか不安なのです。城の中に怪しげな動きを感じて。指導様から親に入れられたのも、何者かの計略なのではないでしょうか。思うよ、それは。戦況は今やこちらに勝算があります。それでもまだ裏切りを続ける。これは勝ち負けではない何か、特別な理由があるのかもしれませんね。なんか秘密を握られとるとか。違う？弱みを握られとるとか。なんか走ってきよる走ってきよる。おー、リックか。アイナ、ようやく最初の設計図が完成したよ。2本の塔と砲台、そして砲門が出来上がれば、皆で陰砲を使えるようになるはずだ。それはそうといい加減に指導を牢屋から出してくれたって？姉さんのこともそうだけど、慎重にことを進めなきゃ全てが無駄になる。ここは僕に任せてほしい。さあ、塔の台座に力のオーブを置いてくれ。そうすれば一本目の塔が仕上がるよ。このなんか無駄にハイテンションな感じがムカつくんよね。なんかちょっと信用ならんというか。さーて、王様の玉座なんか踏みつぶしてやるわ。あ、なるほどね。あ、そっかそっか、用意したって言ったけん、自分らでちゃんとそこに置いてあるのね。ここでいいの？できたよ。置いたけど、これで、あれ？いいんだよね。いいよね。キヨルね。はい、できたよ。うん。力のオーブを置いてくれたんだね。これで一本目の塔が仕上がった。王様によれば、この塔とこれから作るもう一本の塔で、みんなの力を集めるらしい。砲台に力をみなぎらせて、砲門を開くことで、みんなで陰砲を撃てるようになるそうだ。うん、ところでアイナ、君は戦う力はそこそこだが、どうやら人を率いる才能があるようだね。僕に考えがある。君が多くの兵士を従えられるように王様に相談しておくよ。どういうこと？よくやってくれたな、アイナ。素晴らしい塔ではないか。あとはこれから作る砲台に送るために、皆の力を塔に集めなければならぬ。さあ皆の者、塔に手をかざすのだ。そういう感じなの、集め方。おお、みんなの力が吸い取られるとか、そういう なぜお前が一番上に。ちょっとびっくりしたいんやけど、なぜ君。すごい、これで私たちの力が塔に集まったんですね。ララララ、あとは2本目の塔と砲台が完成すれば、ミナデインが撃てる。るるるる。いや、まだね、ゼセルは上におるの分かるよ。さあアイナ、さらなる力を集めるための2本目の塔の設計図を書いてくれ。2本目はあっち側かな。あっちにもなんかね、階段とかあるよね。ほら、やっぱり。副塔の設計図2を描いた。じゃあここにまた、ここのものは、ものもちゃんと持ってきてくれるんかな。かっかっか、これが2本目の塔の設計図か。よくやったぞ、アイナ。おお、めっちゃ力がみなぎっとるやん。みんな大丈夫？バテてない？うん。これで打倒アトラスにまた一歩近づいたの。しかし、アトラスはなぜ攻めてこないんでしょう。いつもならそろそろ攻めてくる頃なのに。作るだけ作らせておいて、一気に破壊するつもりかもしれんな。我らにより強い絶望を与えるために。奴らが考えそうなことじゃ。これぞ教団のいつもの手口というやつじゃな。それもそうかもしれませんが、ひょっとすると教団にはまだ何か目的があるのかもしれませんね。いずれにせよ、みんなで陰砲の完成を急ぐべきじゃな。うん。引き続き、みんなで建築を進めていこうぞ。えい、えい、おーじゃ。材料は大丈夫かい？お、なに？あゆなよ。王によれば2つ目の塔には魔力のオーブが必要らしいのじゃ。あ、新たなオーブが必要なのね、また。いつものように設計図の組み上げはわしらに任せて、お主に探してきてもらいたいが。おー、言ってくれるかいな。まだ何も言ってない。魔力のオーブはムーンペテの春が北にあるローラの門に眠っておるはずだ。ローラの門は水に沈んであるが、アネッサ・リックと一緒ならなんとかなるであろう。ローラの門か。
大灯台といい、なぜそのような建物が。余計な詮索は無用だ。わしにも話せぬことはある。とにかくあいな、設計図の組み上げはわしらに任せ、魔力の応募を見つけてきてくれ。材料は大丈夫なんですか？足りてるんですか？とりあえず、なんか用意しとこうか。必要なものは、あるのかね。なんか一応何も必要な下げやね。あるっぽいわ。あるっぽい、あるっぽい。ということで、行ってきましょうかね。どこだ、ムーンペタ。ってか目的地どこ？目的地どこ？目的地設定されてなくない？とりあえずムーンペタ行くよ。はい、行きます。目的地あるんか、ちゃんと。よし、向かいます。ムーンペタからはるか北って言ったよね。この辺なんやろ。こっちの方角でいいんかな。今度は地続きでちゃんと行ける場所なんやろうか。とりあえず向かっては見るけれど。なんかどんどん下がっていきよるっぽいけど大丈夫なんかな。こっちの方ってさ、前になんか来たところよね。こんかったっけ。来たよね、なんか。どこ？行き止まりじゃないよね。行き止まりではないか。こっちの方ってあれか。飛行兵団関係ない？あれや、なんか、こっちの方に行ったら吹雪が起こるんじゃない？そうよね、多分。その場所やろ、これ。なんか謎の建物みたいなやつかな。なんか、ほらほらほら。鎖が下に伸びとる。なにこれ、船？ローラの門が沈んじゃうなんて、最近世界の様子がおかしいな。誰？マリンスライム？ひー、人間だ！助けて！かわいい。あの魔物、ローラの門がどうとかって言っていたね。水の中に逃げていったけど。何か知っているかもしれない。追いかけるぞ。行きます、行きます。どこ行った？いたいたいた。追いかけてきたよ。そこに行けばいいんかな。うひー、水の中まで必要に追ってくるなんて、僕に何か用なのかい？そうか。君たち水に沈んだローナの門の奥にある宝箱を探しに来たんだね。でもいいのかい？水の中で息ができない人間がこれ以上進むと死んじゃうよ。まあ、貝が吹き出す空気をうまく捕まえながら進めば奥まで行けるかもしれないけどね。人間、行けるものなら行ってごらんよ。しびれクラゲのビリビリに気をつけて。親切だね、君。じゃあちょっと行ってくるわ。わあ、しびれクラゲね。貝が吹き出す空気、これ？話しかけたかったわけじゃないんだけど。なんか、宝箱。この宝箱は関係はないんかな。よいしょ。関係はなかったっぽい。これじゃない？これ。多分、この空気を、吐けや。あの空気をなんか捕まえんといかんみたいな。私が通り過ぎてから、しびれクラゲめっちゃおるやん、やば。なんかさ、私が通り過ぎてから、空気を吐くのはやめていただきたいよね。その空気私が欲しいんだけど。しびれた。ね、空気吐き出して、空気。へいへい。ね、ちょっと減るんだけど。ね、ちょっと。それそれ。そういう感じで回復するんやね。なるほど、なるほど、オッケー。行くわ。やば、この辺、しびれクラゲだらけやわ。あれか？なんか、光り輝きよることない？宝箱あるし。力を示せ。ちょ、待ってよ。こんな不利な状態で戦うとか、ちょっと、動きもめっちゃ遅いんですけど、私ら今。やばいやばい。呪い。カニ爪。おいしい。ちょっと待って、これを。なんか家具とか置いてあるんやけど。
見てこれ。ねこれこれこれ、ポットみたいなの置いてあるよ。誰か住んでるのここえ、なんなの、誰か住んでるのここ。あーやめてください。お、カニ爪ありがとう。しんどいから早く。どうそっち、まだやっつけれてないのか。ちょっと待ってな、私がやっつけてやるから。ディ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 、いけるー。うっ、ちょっと待って、空気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 をください。へい回復。お、やったね。さあこれで、おお解放された。見て、なんかランプも置いてあるしさ、これ周りろうそくとかもあるよ。え、鏡じゃないこれ、違うんか。鏡ではないっぽい。でも鏡とかあるやんイエーイ、これで魔力のオーブゲット、イエーイ。これが塔の完成に必要な魔力のオーブか。よし、ここは一度城に戻るとしよう。うんうん、戻りましょう戻りましょう。なんかこの辺何もない、もう上から落ちてきたとかそういうことかな。ね、これなんなんやろ。洗濯機ではないかちょっとよくわからんけど、まあ、とりあえず行きますか。あ、結構向こうの方やったんやね。はい、じゃあムーンブルク城に帰ります。はい、ただいまー。さあほら、ほっほほっほ、持って帰ってきたよ。完成はしてないの、まだ。おう、ローラの門で魔力のオーブを手に入れたのじゃな。あいな、よくやってくれた。わっはっはっは。どこ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 から来る。あ、来た。二つ目の設計図も建築はほとんど終わっておる。あとはそのオーブを置けば仕上がりそうだ。マジで？何？ローラの門や大灯台は一体どうしたのかだと？あゆなよ、そなたわしの言葉を覚えておるか。話せることもあるっていう。以前申したであろう、そなたたちはここで世界の秘密に、大いなる謎に触れるかもしれんと。それか。大灯台もローラの門も本来はあのように壊れてはおらぬはず。そしてそもそもムーンブルクは一度ハーゴンに滅ぼされたが、すでに復活しておるはずなのだ。どういうこと？わしが言っておること、よくわからんであろう。すまぬが、わしにもわからん。どういうこと？ちょっと待って、余計わからんねえけど。自分でもよくわからんとはどういうこと。ただわしの中でビルダーの鐘の音を聞いてから、この世界に対する多くの疑問が生まれておる。わしも少し調べてみよう。何かわかったらまたそなたに話そうぞ。え、ムーンブルクは一回滅ぼされて復活しとるはず。滅ぼされて復活しよるところなんやない今。そういうことじゃない。だって来た時ボロボロやったよそういうことではなくの。ちょっと待ってね。魔力のオーブ完成してないやないかーい。はよ完成させて、みんな完成させたらちょっと呼んでね。ということで、ちょっと私はよっく飛び移れんかった。はっ、おっと、できたんかーい。できたんかーい。今からちょっと作業しようかと思いよったのに。じゃあ、とりあえず行きますか。はい。完成したのね。わかったよ。あいな、二つ目の設計図が組み上がったみたいだ。あとは砲台と、実際にミナデイン王と訪問ができれば、ミナデイン砲が完成するはずだ。そのためにも、あの塔を完成させてしまおう。塔の台座に魔力のオーブを置いてくれ。置いたよ。魔力のオーブを置いてくれたんだね。これで二つ目の設計図も完成だ。それにしても、ミナデイン砲だなんてさすが王様だ。伝説の勇者の血を引くだけあるよ。ミナデイン砲さえあれば、人間でも魔物でも誰にだって、ミナデインが撃てるってわけだ。魔物にも。ところでアイナ、さっき王様と何を話していたんだい？内緒の話みたいだったけど、あれ、水素話やったんや。王様っていうのは、人に言えない秘密があるものなんだろう。僕たちもわからない重圧があるんだろうね。だけど、真実を隠すことが正しいことなのかな？僕にはよくわからない。君が何を言ってるのか私にもわからんよ。なんということでしょう。皆さんとこんな塔を作れるなんて。
あとは最後のトータルを砲台に送るために皆の力を集めればよいのじゃな。その通り。さあ二つ目の塔に手をかざしてくれ。さあこれでまたしてもパワーが、またあの銀遊詩人が上におるのかな。おるわ。なんなん定位置なの。さあこれであとは砲台と砲門がいるのね。カッカッカ、なかなか上出来じゃ。これでこの塔にも力が集まったの。あとは砲台と皆殿を打ち出す訪問ができればアトラスを倒す究極兵器の完成ですね。そろそろなんか攻めてきそうな気がするよ。さてアイナよ、まずは最後のトータル砲台の設計図を書いてくれ。真ん中かな次は。ですねやっぱり。なんか微妙に中に入り込んでない、違う。首都の設計図を描いた。おお、なんかすげえかっこいいやん。いいねいいね。これも全部みんな集めてくれるん。おお、会えなよ、砲台の設計図を書いてくれたのじゃな。魔力を打ち出す訪問はこれから作る砲台のてっぺんに作るのだ。まずは砲台を完成させるがよい。その2つが完成すればあの巨大なアトラスもきっと倒せますね。ところでアネッサ、君はここまで来てもまだ教団には勝てないと思っているのかい。必ず勝てるというそのおごりが負けを生むだろう。実際に勝利をつかんまで私は何も言うまい。勝利をつかんだらつかんだで別にいいやって思っとんかな。アネッサ、君はか、今は込み入った話をしておる時ではない。急ぎ皆伝法を完成させねばならん。ついにこのムーンブルクのお笑いに戦う仕組みを立つ時です。皆伝法を作り教団に勝利しましょう。さあやるぞ、えいえい、おお。あいな、みんなでインフォーダイを完成するには勇気のオーブというものがいるみたいだね。またオーブいるんや。勇気のオーブは口にするのも恐ろしい地獄の中にある。おいそれとは取ってこれまい。では兵力を集中してその場所に乗り込む必要がありますね。王様、今こそ勇者の旗をアイナに渡す時です。全軍で勇気のオーブを取りに行きましょう。マジで。うん、ではアイナにこれを授けようぞ。え、ちょっと待って、建設をする人たちは勇者の旗を手に入れた。なにこれ、勇者様ご一行ってこと。その勇者の旗があればムーンブルクの全戦士を率いることができる。そうだったならばうまく扱えよう。まず勇者の旗は武器と同じく装備せねば使えぬから注意せよ。そして武器と同じように勇者の旗を振れば周りの兵士たちにやる気が上がり能力が増す。回転斬りと同じように扱えばそなたの周りに兵士を集合させたり解散させたりすることができるであろう。まあ説明を聞くより実際に使って覚えるがよい。勇者の旗を装備して振ってみてくれ。でもそれって戦闘には役立たんってことよね。 Y ボタンを押し続けてパワーをため、ボタンを離すと旗を振って大号令。兵士を集めたり解散させたりできる。兵士を連れていこう。そう、待って、あ、これか。どう？みんなー、おお、兵士が集まってきた。なるほど、そういうことか。すごい財な、勇者の旗をうまく使いこなせたんだね。本来は時が来ればアネッサに任せるつもりであったが、やはりそなたがふさわしいようだ。これで全軍を率いていけば王様の行く口にするのも恐ろしい地獄にもきっと行けるだろう。大丈夫、もちろん僕も行くよ。アイナがみんなを率いてくれれば怖いものなしさ。え、シドウと一緒に行きたい、早く牢屋から出してくれ、だって。シドウが来ると逆にみんなが混乱してしまう。シドウのことは全て済んだら考えよう。ではアイナ、勇気のオーブを取りに行く依頼は改めてわしからするとしよう。ふんふん、別に今話してくれてよろしくってよ。いよいよ最後の素材、最後の素材集めだ。そなたには勇気のオーブを取ってきてほしい。勇気のオーブがある、口に出すのも恐ろしいこの世の地獄、それはロンダルキアと呼ばれる場所だ。ロンダルキア、ロンダルキアは全ての悲しみが集う見渡す限りに絶望が広がる地。アイナ、そなたにばかり頼ってすまぬが全軍を引き最後の素材を取ってきてくれ。しかし全軍で行けば城の守りが薄くなってしまうでしょう。それも考えものですが。アネッサ、君はやっぱり勝つ気がないのか。ここは全ての力をかけるところだろう。かあ、今
回ばかりはわしも行こう。老骨に無知を打ち据えてな。ではあゆな、勇者の旗で全軍を引きロンダルキへ行くのだ。そして勇気のオーブを取ってきてくれ。残ったメンバーでやってくれるってことなんか、それともここにおる間だけ建築を進めてくれるということなんか。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか全軍を率いていかんといかんのか。その旗は定期的に出さんとついてきてくれんってこと？でも私も私で戦わんといかんよね、多分。